はい、こんばんは、大変でーす。夜中の1時半くらいかな。はい。はい、もう動いちゃってます。加藤の、JR 九州の DE10 ですね。はい、ミックスのこの間中古で買ったのですね、113系、ちょっと音がおかしいのがあるけど、後ろのは24系25型トミックスの古いやつかな。スナイトが入ってました。これね、中古で買ったらたまたまスナイトが入ってました。これくらいちゃんとついてくれればいいよね、スナイトがね。だからレールが汚れてたわけじゃない、まあ汚れてるとは思うけど、こんな感じで車両の方の車輪が汚れてるのか。まあ、実物の113系もなんかこう台車のなんかね、上っていうか、下に電車乗ってすぐ下に台車があるとこ、なんかこうなんか古いやつに乗るとグワングワングワンみたいな揺れるようなのがあったけど、この音が出てるね、変だね。うん、室内灯が入ってるとこういう下走ってる時もこうはっきり見えていいよね。回送駅の下に入っちゃうとこうよく見えなくなっちゃうもんで、あんま好きじゃなかったんだけど、うん、なんか快速名古屋駅っていうシールが貼ってあるそうですね。同じ会社の人に見てもらったら、帯電あんまよく見えなくもうおじさんで、はいはい、7つ星ね、つなげてやればいいんだけどね、やっぱあれめんどくさい。うん、一回出して走行動画しただけ。うん、こんなところでありがとうございました。